薩摩焼は、鹿児島県内で焼かれる陶磁器。縦屋系、龍文字系、縄白川系がある。主な釜場は、姉良市の龍文字用、日置市の縄白川用、鹿児島市の長太郎用など。白門と呼ばれる、豪華絢爛な色絵に式での陶器と、黒門と呼ばれる大衆向けの雑器に分かれる。初期の薩摩焼においては、豊臣秀吉の文録。 慶長の役の際に手連れてきた朝鮮人が島津義弘の保護のもとに発展させた。2002年1月に国の伝統的工芸品に指定された。白薩摩の置物黒字よか幕末に日本が開国すると日本の陶磁器のうち美術的に優れたものは欧米へ輸出されるようになった。薩摩藩は1867年にフランスの首都パリで開かれた万博に 薩ツマ焼きを出展し、現地で好評を得た。こうした背景から、幕末から明治初期にかけての京都で、欧米への輸出用に、より伝統的な日本のデザインを意識し、絵付けされた、警察馬が作られた。横浜や東京で絵付けされ、横浜港から輸出されたものは、横浜薩摩と呼ばれた。薩摩焼きは欧米で、薩摩と呼ばれた。フランスでは、 ジャポニズムの流れの中で、日本画のようなデザインで鳥や植物を描くなど、薩摩焼きの影響を受けた陶器が制作された。毎年2月20日頃に、鎌本祭り、11月20日頃に、薩摩焼きフェスタが行われる。運営は、1997年に、鹿児島県内65用元の参加を得て結成され、鹿児島県東京共同組合を経て、名称変更された。 鹿児島県、薩摩焼協同組合。組合の初代理事長は、西郷隆文で、2018年5月からは、薩摩焼の鎌本である縄代川焼の荒木秀樹が2代目理事長に、就任。組合では他にも、鎌本と地元鹿児島の飲食店がペアを組み、飲食店の雰囲気や料理を参考に、組合委員である鎌本が、試作品を制作して納品した。 薩摩焼きの器で料理を提供してもらうという、焼き物の地産地消イベント、仏壇のふす窓や、お茶を置く部分に、薩摩焼きで作った焼き物を入れ込んだ、薩摩焼きとコラボレーションした商品の川辺仏壇など、様々な普及活動を行っている。薩摩焼きは、2002年1月に、伝統的工芸品としての国の指定を受け、 2002年7月には伝統的工芸品としての振興計画について経済産業大臣の認定を受けており、2007年1月、薩摩焼きは鹿児島県東京共同組合によって商標登録される。2007年11月には万博発出展140周年を記念し、フランス国立陶磁器美術館において薩摩焼きパリ伝統美展が開催された。 ありがとうございます。